女優の吉岡里帆が主演するカンテレフジテレビ系ドラマ、健康で文化的な最低限度の生活、毎週火曜21時チルダ。生活保護の不正受給とみなされてしまった原因の高校生を演じる吉村海人が、役への思いを語った。健康で文化的な最低限度の生活に出演する吉村海人イコールカンテレ提供第2話では、エミル、吉岡、が担当する草壁家の長男で高校生の金谷、吉村が役所に申告していなかったバイトの給料が不正受給とみなされ、バイト代で稼いだ60万全額を役所に返さなければならなくなってしまう。さらに、エミルの不用意な発言が、草壁家に亀裂をもたらしてしまった。今日31日に放送される第3話では、金谷が家出してしまったことが判明。草壁家の状況を案じながらも、厳しく、全額徴収を求める上司の凶悪。田中圭の指示に困惑するエミルは、先輩の判断、浦新から、草壁家との間に信頼関係を築くことが先決、と助言を受け、草壁家の問題を解決するために奮闘するが、吉村は、自身の役柄について、若者の声を言い切っているキャラ、彼の言うセリフは刺さりますし、自分にも重なりました、と話す。さらに、金谷はなんかかわいそうっすね。僕自身、生活保護を知っているか、とか、どう思うか、と質問されても答えられない。彼、金谷、だって知らなくて混乱するのは当然で、俺、そんなに悪いことし。たのかな、というセリフが一番心に突き刺さりました、と打ち明ける。チェーンストーリーの一人で歩いてモノローグを語るところ、撮影していて泣けました。悲しい、悔しい、両方ある。疑問もある、どういうことなんだと、僕が高校生で金谷の立場なら、ふざけんなよ、って思います。今はちょっと大人だから説明されれば納得するんだろうけど、ティーンエージャーだったら怒りの方が大きいんじゃないかと思うんです、と、金谷の胸の内を代弁した。主演の吉岡は同い年で、今回が初共演。3年くらい前に僕が主演したインディーズ映画があるんですが、嬉しかったのが、僕が、このドラマに、クランクインした日に吉岡さんが、あの映画の初日の舞台挨拶に行ったよ、と話しかけてくれたこと。吉村海人っていうすごいやつが出てきたっていうから気になって見に行ったよ、と言われてど、キッとしました。と言い、僕からすれば吉岡さんはすごく売れている一流芸能人だから。でも、それから現場で会うたび毎回話すようになりました。夢のこととか、信念とか、彼女、熱い女ですよ。いい現場に入れたなって、吉岡さんのおかげで思いました、と感謝した。その上で、一緒にできて本当に嬉しい。歌やギターのシーンも、吉岡さんが、頑張って、って言ってくれたから頑張りました、と吉岡との熱いエピソードを披露しながら、ドラマを通して、若者の声を届けたい、と熱い思いを語っている。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。